ナルフ・クローニッヒは、ドイツの物理学者、粒子スピンの発見や、X 線吸収文章法の理論で知られる。その理論には、クローニッヒペニーのモデル、コスター・クローニッヒ繊維、クラマース・クローニッヒの関係式が含まれる。1904年3月10日に、ドイツのドレスデンで、ドイツ人の両親の、元生まれた。百九十五年十一月十六日に91歳で、 ザイストで死去した。ドレスデンの中学、高校で勉強し、ニューヨークへ行き、コロンビア大学で学び、1925年に PhD を取得し、講師や助教授になった。キャリアの早い段階である1924年に、訪米中であったポール・ウェーレン・フェストと会い、彼に、ヨーロッパに、再び来るように進められた。苦労にニヒは1924年の後半に、 ヨーロッパに向けて出発し、ドイツとコペンハーゲンの理論物理学研究のための重要なセンターを訪ねた。この時は、量子力学の発展が大きく拡大した時であり、それはヨーロッパで起きていた。クローニヒヒは20世紀の物理学の栄光の時代に、若く輝かしい物理学者であるという特権を与えられ、その時代の偉大な物理学者と共に行き、研究することができた。 1925年1月、まだコロンビア大学の博士学生であった時、中便ン,ンでパウリの話を聞いた後に最初に電子スピンを提案した。ベルナー・ハイゼンベルクとボルフガング・パウリはすぐに、その考えには嫌悪を示した。彼らは両子力学から考えられるすべての想像できる振る舞いを排除したばかりであった。その時、クローニヒヒは、 電子を空間で回転させることを提案していたが、パウリは特にそのスピンの考えを嘲笑い、それは確かに非常に賢いが、もちろん現実とは何の関係もないと言った。これらの批判に接し、自身の理論について発表しないことにし、電子スピンの考えは他の人の信用を得るのを待たねばならなかった。その数ヶ月後に、ジョージ・ウーレンベックとサミエル・ゴーズミットが、 電子スピンの考えを思いつき、ほとんど教科書では、この二人のオランダの物理学者が電子スピンの発見者としている。クローニッヒは、この一連の出来事について、パウリに恨みを抱かなかった。実際、クローニッヒとパウリは何年もの間、友人であり続けた。二人は手紙を通して、物理学の多くの考えを交換した。ただし、パウリが二つの電子が、 同じ軌道にあることができることを示す論文を発表する前に、クローニフヒがパウリに電子スピンについて語ったことは歴史的な事実である。数ヶ月後、ウーレンベックとゴーズミットが粒子スピンを思いついたとき、それはパウリの論文を検証したようであった。1927年、ラービと共に合体対象コマのシュレリンガー方程式に最初の解を与えた。 量子力学の開発におけるベルナー・ハイゼンベルクは自身の独創的な理論の考えにおいてクローニヒヒと関係した。1925年5月の初め、ハイゼンベルクは多電子原子のスペクトル理論についてコッペンハーゲンで少し前に協力していたクローニヒヒに3度手紙を書いた。5月5日の2度目の手紙でハイゼンベルクは行列力学への意向を表すいくつかの詳細な 方程式を書き留めている。1927年、ヨーロッパに戻り、コッペンハーゲン、ロンドン、チューリッヒにある著名な研究センターに勤務した。1930年頃、オランダに定住し、最初はユトレヒト、次に、フロー人間に住み、はじめは EN、ダークコスターの助手を務め、1931年から、准教授、1939年から、 デリフト工科大学の正教授となり、1969年に退官するまでそこにいた。1959年から1962年の間に同大学の学長を務めた。その時までに著名な理論家として国際的に認められ、当時の主要人物と連絡を取り、量子力学と特に分子物理学と分子スペクトルへの量子力学の応用に興味深い。 貢献をした。1962年にマックス・プランクメダルを授与された。1946年にオランダ王立芸術科学アカデミーの会員に選出され、1969年に外国人会員となった。現存する連絡の中には、後世のために保存されるべき20世紀の偉大な物理学者との間に交わされた多くの手紙があり。 クローニッヒ自身も多くの本を出版した。X 線吸収微細構造の最初の理論を発表した。ここには現代的な解釈の基本的な概念のいくつかが含まれていた。クローニッヒペニーのモデルは結晶の一次元モデルであり、結晶内の電子が拡張された原子の線形配列から散乱することにより、許容体と金星体にどのように分散されるかを示す。 エグザフスに関する最初の理論は、このモデルの三次元的なものであった。理論は、結晶格子を通過する、光電子は、その波長に依存した許可体と金星体を経験し、その効果が格子のすべての方向で平均化された場合でも、残余構造が観察されるはずであることを示した。この理論は、類似の格子からの類似の構造、逆、r に依存性。 正しい R 対 T 依存性、H からのエネルギーによる微細構造の特徴のエネルギー分離の増加など微細構造の多くに一般的に観察される特徴を予測することに成功した。1932年により定量的な方法で再導出された方程式は適用や解釈が単純であった。すべての実験者は理論とほぼ一致していることを発見した。 可能な格子面により予測されたものに近いいくつかの吸収特性が常に存在した。しかし、予想された強い反射は直感的に予想される最も強い吸収特徴と常に相関するとは限らなかった。それでも、一致は興味をそそるほど近く、測定したクローニ日ヒ構造の一致を単純なク黒ニッヒ理論で試験した。黒ニヒの方程式ではエネルギー維 WN はゾーン境界に対応する、つまり、吸収の最大値または最小値ではなく、角微細構造の最大値の最初の上昇である。オブグはミラー指数であり、A は格子定数、Q は電子方向と逆格子方向の間の角度である。非変更 X 線ビームと多結晶吸収体を使用して全方向で平均すると、コサインに Q イコール1である。 ただし、単結晶吸収体と変更 X 線を使用すると、特定の結晶面の吸収特性が大きくなる。これは理論を検証する可能性のある別の実験変数であり、多くの人がこれの試験を試みた。このようにして、クローニッヒ構造が単純なクローニッヒ理論の観点から解釈する発表物の長い記録が始まった。 1970年代までサイズ、レブで発表された論文の2%が X 線吸収分工法に向けられたものであり、そのほとんどがクローニ日ヒの理論を取り上げていた。ハナワルトの短距離順序データはクローニ日ヒを刺激し分子の理論を開発した。このモデルはその後のすべての短距離順序理論の出発点として役立ったが、データと比較しようとしたものはほとんどなかった。 クローニッヒの学生であった H.P. ーターセンはこの研究を続けた。ピーターソンの式は現代的な理論の特徴の多くを示している。この理論はハートリー、クローニッヒ、ピーターセンによりゲッコール4に適用された。分散に関するクラマース・クローニッヒの関係式は、クラマースとは独立してクローニッヒにより導出された。ありがとうございます。